ストックマンヘルシンキ百貨店2013年撮影ストックマンヘルシンキ百貨店はフィンランドのヘルシンキの中心地にある文化的に重要な商業施設百貨店ストックマン百貨店の本店であり北ヨーロッパにおける百貨店の間では面積と売上高が1位となっている世界中で知られている高級ブランドのほとんどがこの百貨店に出店しており フィンランドの主要なハイエンド百貨店として知られている。地下にあるストックマンニンヘルックは食品と飲料のキザ橋であり、その品質と品揃えの良さで知られている。ストックマンのロゴはエスカレーターを表しており、ストックマン百貨店のエスカレーターがフィンランド発のエスカレーターだという一般的な、ただし誤った印象を与えている。 フィンランド発のエスカレーターは1926年にトゥルクのフォルム百貨店に取り付けられたものである。2002年時点ではストックマンヘルシンキ百貨店が全ヨーロッパ6位の百貨店であり、面積が4万500平方メートルで都市売上が3.93億ユーロとなっている。とりわけ入り口の時計は日常会話でストックアンケロと呼ばれており、 ヘルシンキ市の文化シンボルと待ち合わせ場所の目印になった。百貨店のアルゴクセンタロ川であるアールヌーボー風のファサード2012年撮影。1916年に行われた百貨店の建築設計コンペではバルテルトメとイバルトメ兄弟が勝利したが、二人とも1918年のフィンランド内戦で死亡した。 百貨店の建築が行われたのは1930年のことであり、コンペで2位になったシグルドフロステルスの手で行われた。百貨店の最終的な設計は北欧のアールデコ風になった。クルービ地区のガゼッて区画の一部となった。後にビルが拡張された時もシグルドフロステルスの設計に基づいた。1989年、百貨店と同じ区画にある アルゴクセンタロが百貨店と併合した。この時の改装では、アルゴクセンタロのファサードしか残されなかった。そのため、ストックマンは区画全体を占め、周りのマンネル平民にて、アレクサンテリンカトゥ、ケスクスカトゥ、ポホヨイセスプランで通りに囲まれるようになった。百貨店は地下のほか、地上には7階あり、8階は他のテナントが入居している。ストックマンの正門。 2005年撮影。百貨店のさらなる拡張は2007年に始まった。この時の拡張プロジェクトは、海域園イコジェンシュトックマン、アラ・タイダースシュトックマンと名付けられた。拡張は2010年に完成。売り場の面積が1万平方メートル増えて、合計5万平方メートルになった。ヘルシンキの中心地で行われていた上、拡張工事の最中でも営業を続けたため、 プロジェクトの実行が困難であった。ストックマン、1938年撮影。百貨店の拡張は、地下と百貨店の中央でも行われた。中庭が屋根に覆われるようになり、6階から8階2500平方メートルの売り場が追加された。また8階と最上階では950席のフードコートが追加され、下の木座橋の景色を一望できる。この拡張工事では、 合計20万立方メートルの岩が地下から撤去され、掘られた穴は最も深いところでは30メートルの深さがあった。ストックマンの時計。拡張工事では古いエレベーターとエスカレーターが更新され、改装後は更新されたエレベーターとエスカレーター計40台が使われた。他には照明と空調も改善された。新しい駐車場では車600台が 同時に駐車することができるようになった。中央のメンテナンストンネルの一部として、ルオホラ派電カトゥに通じる道、カレバンカトゥとマンネルヘイミニティへの交差点に通じる道がある。他には、食料品部門の面積が倍に増えて、約5000平方メートルになった。この拡張計画の総資本支出は1.98億ユーロだった。 改装により年売り上げが5000万ユーロ増える見通しであった。2016年までに一つの大型売り場というコンセプトはすでに過去のものになり専門店が主流になった。他の会社にスペースを貸して退職料を徴収するのはいい収入になるがコアのビジネスが設けられないままだったためストックマンは部門や活動の外部委託を考えるようになった。そのため 2017年時点では、店の中の店といった部門とサービスがある。例としては、ハムリーズの玩具部門、ソルのランドリー部門、ノルデア銀行などがある。ウィキメディアコモンズには、ストックマンヘル新規百貨店に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。